これから青山選手にしくじり弾を、しくじり弾、はい、ちょっと話してほしいんですけど、はい、まあプロ17年目でしょ。そうですね。そう、広島一筋で、はい、いろんなことあったもうと思うんですけど、うん、広島で、うん、その中でもちょっとしくじり弾をなんか、あんましくじったことないですね。あ、っていうか、マインド的に思わない。いや、なんか冒険しないし、うん、その目の前のことをどんどんやってるんで、うんうん、あんま難しいことしないですね、うん、でもまあしくじっていうか、うん、挫折で言えば、うんうん、北京オリンピックに行けなかったこと、うんうん、もう経験したことなかったですね、あの、うん、絶望感っていうか、でもう自分で這い出ると思う。もうそのそうですね、予選はもう常にこう呼んでもらってて、うんまあ、試合にも出させてもらったし、うん、オリンピック決まる試合も出させてもらって、うんまあ、貢献できてたなっていう自分の中ではあったんで、うん、で、まあ、ちょうどそのオリンピックの年に J2 落ちたんですよね、うん、で J2 で戦って、あれちょっとこう代表行ったら、まあ、J2 のこのスピードと、うん、そのオリンピックの選手たちのスピードのギャップだったりが、うん、あれちょっと難しいなって思ってたんですよね。でだんだんそれがなんかこうちょっと苦しいんじゃないかなって、うんうん、思い出したんですけど、うん、まあでも実際やっぱり、まあ、選ばれたメンバーで言うとね、うんまあ、自分入れないなと思いながら、うん、実際 あそこで選ばれたメンバーもほとんどが A 代表行くような選手になったんで、うんうん、でも、まあ、あれがあったからこそ自分頑張れてるなっていうのは、ああそうなんだ、そのくらいも悔しかったんだ。悔しかったっすね。え、結構引きずった、それは。何日間かっていうか、いや相当引きずってたと思いますね。あ、そうなんだ。もうそれをもうとにかく広島でぶつけてやろうと思ってやってたんですね。え、逆にプレーでさ、それをさ引きずって自分のプレーがうまくいかないって、うん、そこまではない、そういう感じじゃない。そこまではないですね、うん、もう僕はやっぱそれをパワーにできる、うん、メンタルは、うん、自分では強い方だと思ってて、あの、まあ、怪我も多かったですし、うん、ダビスコカップで決勝ジュビロでやって、うん、なされてましたけど、ね、やらせてもらったね。ね、残り何分まで勝ってた試合で、うん、あのロスタイム近くで、ね、同点ゴールで耐えて、ね、うんまあ、あれもすごい覚えてますし、うん、まああいう、なんだろう、本当ギリギリで悔しい思いしてきたものをなんとかこうバネにしてやってきたな。まあその先にやっぱり優勝だったり、うん、日本代表があったのかなって思ってるんで、なんかこう乗り越えるきっかけみたいなのあるじゃない。それは自分で何かをこうするタイプなのか、それとも人に何かさしてもらうのか、その環境がそうしてくれるのかって。環境だと思いますね。あ、そうなんだ。広島の人はやっぱファミリーっていうのがすごい、あの、強くて、うん、やっぱりすごい大事にしてくれてるし。え、昔からそうなの、それ。いや、昔からだと思いますね。まあ、自分が入った時から、うん、そういうのは感じてましたね。あ、そうなんだ。やっぱり、まあ、地方のクラブなんで、うん、すごい団結力っていうのがあると思うんで、あんまりこう選手が大きく入れ替わるってことが頻繁ではないので、うんうん、なんかこの広島の DNA っていうのは、うん、常にこう受け継がれていってる、っていうのはありますね。重い、言葉が重かった。そうなんだ。すごくストーリーありますね、これは。でも確かに広島選手ってさ、あんまりさ、うん、外に出る選手、まあいるけど、はいはいはい、いるけど、うん、結構長くいる選手って多いよね。そうなんですよね。移籍してきても、うん、結構とどまってくれる方多いですし、うん、もう生え抜きをとにかく大事にしてくれてるっていうのがすごい感じますし、うん、まあ自分たちの先輩方も、うん、引いてくれたレールをそのまま歩んでいってるような、うん、そういう環境には常に置かせてもらってますね。逆にさ、しくじり弾聞かせてもらったんだけど、うん、17年の中で一番嬉しかった時ってどの瞬間だったの？あ、やっぱりワールドカップ、うん、選ばれてる、ね、ブラジル大会、ね、そうです、2014なんですけど、やっぱりそのタイミングってやっぱあるじゃないですか、うん、自分がピークの時に、うん、あのチームも本当にいい成績残してくれたし、うん、もうそのまま日本代表でもリーグでやってるようなプレーをさせてもらったし、生え抜きでやって日本代表になれる、うん、ワールドカップ行けるっていうのは広島にとってはすごい大きい、出来事だったと思うんで、うん、やっぱり広島代表して、うん、あのワールドカップに行くっていうのがすごい自覚が感じてましたね。じゃあその広島での降格と優勝っていうのはあるじゃない、あの2つのちょっとことを聞きたいんだけど、2007年だっけ落ちたのが、そうですね、降格したの、
あのシーズン、まあ、どんな感情だったというか、どういう気持ちだったんですか。まあ、うまくいってないのは確かだったんですよね。あ、そうなんだ。え、それ何がうまくいってない、その雰囲気なのかな、うん、やっぱり雰囲気だと思いますね。あ、なんか負のスパイラルに行ってた気はしますね。まあ、全てがうまくいってなかった、うん、まあ、やってるサッカーや練習っていうのは、そんな悪いものではないと思うんですけど、何かがこううまくいってないっていうのが続いていくんですよね。どんどんハマってって、確か前半戦はでも6位ぐらいだったんですよ。ああ、はいはい。そこから後半もうほとんど勝てる。あ、そうなんだ。はい、落ちていったっていうところだったんで、で自分もあのオリンピック予選に絡んでて、落ちていったりがすごい頻繁だったって、もういっぱいいっぱいだったですね。もう自分のことで。ああ、そうだったんだ。とてもこうチームを助けるっていうことはあの当時自分ではできなかったですね。ああ、そうなんだ。ああ、すごいもがいてましたね。じゃあそこのいろんなものを経てからの優勝。はい、そうなんですよ。だからその優勝までのそのストーリーっていうのも、うん、その J2 の時に、うん、まあ、ペトロビッチさんのあの361のシステムで、うん、まあ、やってると思う、うん、分かると思うんですけど、あれが初めて J2 の途中ぐらい、うん、始めたんですよね、うんうん、あれがもう見事にハマって、うん、もうどん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 広島っていえばミシャのサッカーだよねっていうのが理解していってさらに良くなっていって、うん、で森保さん引き継いでディフェンス強化して、うん、バランスを見てあの先に優勝があったのがやっぱりあの降格のあの時があったからだなって。そうなんだ。それが言えるってすごいね。あ、まあ、まあやってるんでね、それ全てを。正直3回優勝してるけど、まあ、初めて、うん、その時もたまらなかったでしょ。もう優勝争いしてる時に体が動かないですよね。え、それなんで。なんかこうプレッシャーで。あ、あ、そうなんだ。で、うん、練習も全然なんかこうやろうっていう気持ちはあるんですけど、うん、なんかみんなこう一歩が出なかったり、でも最後森保さんが、うん、お前らもぶつかってもいいから味方同士、うん、もう思いっきりいけっつって、うん、もうそれぐらいなんかこううまく回ってない精神的に、体もなんかこう、うん、なんで怖がってるのか分かんないです、うん、初めての経験なので、うん、であれを経ての、まあ、優勝を掴んだっていうのは、うん、あ、優勝ってこういうもんなんだって。それはすごい印象に残ってますね。いや、これはね、本当にこれ経験した人しか分からないし、うん、まあ、どっちもね、その降格争いにもプレッシャーあるだろうし、はいはい、優勝っていうのももちろんプレッシャーあるだろうし、うん、でももうやっぱストーリーがあってさ、そういうものがあったからやっぱそういうものを感じれるし、取った時に喜びがあるし、はいはいはい、もう素晴らしい話、本当ありがとうございます。ありがとうございます。最後にそれぞれ今シーズンの、はい、目標お願いします。はい、じゃあ先に、はい、お願いします。まあ、まずは今年は東京オリンピックもありますし、日本中の人が注目する大会だと思いますし、うん、そこは一つの目標にしてますけど、ただまあそこのメンバーに入るためにもまずはこの広島のチームで何としてでもポジションを奪わないと、うん、そこのメンバーっていうのもないと思うので、まずはその自分のポジションを奪うことと、まあ、昨年タイトルが取れなかったので、一つでも多くタイトルを取れるようにチームに貢献したいと思います。じゃあ、山田選手、はい、まあ、やはり去年、怪我で苦しんだので、うん、もう今年はまずはもう怪我しないこと、うん、で僕がいない間にすごい チームが若返って、うん、大阪はじめ、川辺とか堀島とかがすごい頑張ってくれてるので、うん、まあ、その子たちと一緒に優勝争いで、タイトルっていうのね、一つでも取りたい、そこを目標にしたいと思います。それとやっぱりいいプレーしたいし、うんうん、僕息子がね、うん、YouTube 大好きなんですよ。あ、そうなんだ。はい、僕のプレー集とか見てくれてるんで、うん、そういうところに乗れるように、うん、あのゴールに絡むようなプレーをして、勝利に貢献したいと思います。素晴らしい言葉ありがとうございました。いいプレーしたいってあったでしょ。17年間ねプレーした人でいいプレーしたいってすげえ重みあるからね。簡単なことじゃないよ、もう、ね、それぞれキーパーとしてミッドフィルダーとして見てもらえれば、またね、アフレッジ広島を応援してもらえればと思うので、はい、また頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。